17。はい、17番ホール385ヤードパー4です。右のバンカーは危険だな。左のバンカーは多分超えると思うんで、距離的に奥まで200だから、まあ、黄色い旗からこう戻してくる感じになるかな。割と狭いね。さあ、いきます。おお。いいじゃないですか。あ、予定通り、うん、いいとこした。伸びてったもん。予定通り、予定通り。よしよし、結構飛んだよ。じゃあこれ傾斜、このぐらいの傾斜はどうなの、はい、これもあれだよね、左足下がり。まあそうですね、若干、まあ左下がってるから、まあ、ちょっとボール右に置くぐらい。でもそんなにひどい傾斜ではないかなっていう感じ。なんかこう明らかにもどっちかにこう体重がもうほぼかかっても8人ぐらいでどっちかにかかってるよっていう場合に、多少こうなんだトップが小さくなったりとか振り抜けないとかってことが起こってくるだけで、このぐらいのまあ7-3とか6-4ぐらいの傾斜だったら、なんか別にそこまで強く意識する必要はないかなと思います。最初に、まあ、本当明らかね、そう、本当の明らかどっちかに寄っちゃうっていうぐらい。じゃなかったらそんなに。多少よ、さっきの番手選びだっけ。うん、これは今回のは、これはどっちかって言ったら6-4、まあ、7-3の間ぐらいだから、まあ、だから多少ボール右に置くぐらい。あ、でも、まあ、でも振り抜けないとかじゃないから、振り幅は別にそんな制限かけなくてもいいかみたいな。あ、そうですそうですそうです。ほうほうほう。ただ番手選びだけ。そうね。ただセンターが100、待って130で、ピンの側だから奥だから140、ピンまで140、風なし。うん、だからあんまり高さが出ないと思うんで、140のクラブで打っていこうかな。よし、方向はもうグリーンセンターで大丈夫です。感じですね。予定通り、なんかいいね、予定通り行くのって、うん、ストレスがなくて。下りのフックライン、でもこっちから見るとそんなにフックする見えないけど、だいぶ最後ヒュッて切れたね。ヒュッて、なんか無難なゴルフだね。まあこんな感じですよ。ベタベタって寄せなくても大丈夫なの。お、次のホールはあれじゃないですか。あの噂の名物ホール、名物です。森ちゃんもう完全攻略。そうそうそう、グリーンだけだね。そうそう、グリーンですかね。スリーパットしたんじゃなかったかな、確かね。そう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 。はあ、悪魔のグリーン。いや、気が緩んだ感じだったんだね。なんかちょっとなんか安心しちゃった。あ、いやいやいや、さ、18番ホール、ここ、あ、549ヤードパー5です。これはですね、右の木の方向、あの黄色い旗あれば全右で、奥のあの池のあの崖みたいな、お岩さんの方向かなですね。はい、もう戦略はあの前回の、あ、そうですそうです、それで行く、右行く分には OK。 そう、おお信じてる球ですね。そう、信じてる球。飛んだね、でもね。え、飛んだんじゃない。でも250とか行ってもいかないよねみたいな話だったよね。ぐらい、そうですね、ちょっと切れてるとこどうかな。まあでも今跳ねたから多分大丈夫だと思うんだ。行ってみましょう、ちょっと落ちどこが見えないので。おそらく大丈夫だと思うんですけど。
逆にあれだよね、はい、あの萌ちゃんあのさ飛距離とコースがマッチしてるじゃんここ、うん、はいはいはい、男性とかでもうちょっと飛んじゃう人はちょっと欲出て、ね、そうねそうね、スプーンってあそこにやっとけばいいけど、やるやる、なんかね、ちょっとやっぱ男性が悩んじゃうコースかもしれない、うんうん、欲かくてなんか危ないコースではありますからね、おーとか言って、ここパー5でしょ、パー5です、完全攻略じゃないですかここ森ちゃんは、あらすごくない、ちょっとでもほら左行っちゃうとあそこ入るさ、ね、完全攻略ですよ、危ない、これでも打ちにくいよね、5番ウソですか、いやこれ3番です、3番、まあ、でもちょっと左下がりのちょっとつま先上がりなんで、これ確かにそうね、これは多分引っ掛けやすいかな、私左のあのバンカー方向ですかね、まあ左行く分には全然問題ないかなって感じ、うん、うん、ちょうどうまい、有言実行、赤白の赤白のボール方向ですげえ完全いいぞいいぞ、完全にもうあれですね、攻略しちゃってんの大人になったみんなに大人になったところを見せれたからよかったかな、高いってこっからだからね、私、まあ、でもあの傾斜でちゃんとスプーンが打てるっていうのがまずやっぱすごいと思うけどミスする確率もあるじゃないですか、ね、スプーンだったらそれだったら何人も言っててとかでもいいかもしれないですね、うん、7番打っととか、スプーンはなかなか練習してないと打てないかもしれない、終了ですね、やはり、でもやっぱいい、一度いいイメージでここまで持ってきてるから、はい、それ通りやればいいんだっていうのって結構ある、はい、ああそれもありますね、ただその通りいかないことがなんか3ホールぐらい続くと結構きつい、やっぱ前回より近いよねこれ多分、なんか近い、 もうちょっとなんか遠かった残りもういいね、ギャラリースタンド、ほら期待できるね、ギャラリー、ギャラリースタンドいる、ギャラリー、あのいないっす、嘘だ俺見えるよ怖いこと言わないからさ、そういうそういうのうち結構苦手なタイプなんだからさ、打ち上げも入るから90ぐらいかな、47アプローチエッジでフルショットだと飛びすぎちゃうからちょっと調整して打っていきます、多分乗ってるけど、うん、乗ってるは乗ってる、あとはどうなのか、そうだね、まあ、無難にね、まあ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 ね、いや無難なゴルフだから、そう大人になったね、残ってない、これはまだ分かんないですね、前回のリベンジ、そうだから前回もね確か左がかるってるはずなんだよね、なんかやっぱ入れに行っちゃって前回やっぱカッコつけちゃったよね、ああそう、いや色気出してるからもうカッコつけてバーディーで狙いって外してボギーになるっていう、その一番なんかカッコ悪くなってる結果的にって外してボギー結果的に一番ダサいっていうね、うん、まあ今日大人ゴルフなんでスマートにお願いしますねスマートにね、うん、スマートに、アタスのように、アタス、スライスはスライスね、うー色気づいた、色気づいた、いやー、ね、もう目がマジだったもん全然なんか笑ってないもんね、もう入れに行っちゃってる、これ面白いよ、これは面白い、さあリベンジなるか、これなんか面白い展開するの好きね私、はあ、うん、で ダメだ私ここのホールがもう何言ってんのと、おとなしくって言われたのに、ファーストパットっすね、ファーストパットですね、色気づいちゃうとこうなります、あの今日レッスン動画も兼ねてるんで、あ、そう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 、何かアドバイスいただいてもいいですかね、はい、色気づいちゃいけない、なパター、うん、パター、ファーストパットうん、入れに行っちゃあかん、あれやっぱやっちゃった、やったへこましたいと思っちゃった、なんか面白
でしょ。ダメだね、ほんと反省だわ。あんだけ言ってて、ちょんだもんね。ゴルフってそういうもんなんですよね。ほんと困っちゃうわ。あ、まだ大人にならなかったってことで。まだ若いっていうことで。いやいやいや、大人になれなかったってことで。やりきれず、また次回に持ち越せ。最初だけでいいよ。はい、って感じで、萌ちゃん、今回は、はい、マネジメントと、はい、まあ、要所要所で、じゃあ僕の聞きたいことを一回聞かせてもらって、はい、勉強になってありがとうございます。ありがとうございました。僕のためにありがとうございます。まあ、でもなくて、多分、はい、まあ、視聴者さんにも、うん、これいいこと聞いたぞっていうのもあると思うんで、そんな感じで今回の動画も終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。